ございます。さくらです。加藤です。11時。こちらからね、正面の。本日ね、見えてきたり、名古屋駅に向かいますし、移動を持ってます。ゆっくり休みました。サブって、追加の宅に行きました。代わりのところを建てましたけどね、先へとりあえずね、今名鉄の名古屋駅に向かっております。正面名鉄の看板なんじゃないですか。コップがなかったりね、いろいろね、準備が整ってなかったりね、不手際があったり、説明不足だったりとかね、大した、ことはありませんでしたけどね、無事にチェックした。今日少し名古屋寒いです。この格好でございます。ちょっと靴下で洗濯いたしまして、ドライヤーで正面名鉄デパートです。最も近いところ、名鉄デパート食料品経由いたしまして、新南口、昔メルサ口と言いました。改札あります。こちらからね、名鉄前回は犬山方向に行かんですけど、今回は逆の方向の電車です。大体のところね、予測なんですが、今晩からね、これは後に名鉄到着です。あちら近鉄になりますね。このように私近鉄名鉄近田
かけつつ、生活ね、あることが分かりましたので、少し段差になりますけど、最も近いんでね、エレベーターのコースだと、かなりの遠回りになります。ただもう、地下のところから改札の方が早いので、いいお天気になりましたね。本日の東側ですよね、本校は。ちょうど72度のところに参りました。前回とね、ここからくぐりましょうか。感じですね。場所が少なくて、少し変わりました。もう入りましょう。広角なんです。はい。こんな感じ。こちらがね、昨日前の方にいるバスセンターです。看板とね、私のカメラ撮影しておりますけど、なんかエスカレーター、このデパートを開けてきました。どこかに回しておりました、こちら。こちらから。じゃあ一旦ね、こちらで動画を実感します。改札の前にね、到着しましたね。流しますね。はい、じゃあここでね、一旦切断いたします。